タンタンです。タナチです。今回はですね、この外国のお菓子ですかね、トローリのスパゲッティサワーコーラ、多分グミです。グミ、オランダさん、オランダさんですね。グミキャンディー、まあ、グミなのかアメなのかよくわからないんですけど、まあ、珍しいなと思って食べてみようと思います。スパゲッティみたいに、いや、いいんですけど、ちょっと持ち合わせがないんでね、一本ずつ一本ずつ一本ずつちまちまとやります。流れんだこりゃなんかあれですよね、ここオランダじゃなくて、オランダじゃないの、これイタリアのこれスパゲリーですからね。なんでむしろですか、スパゲリーですからね。虫みたいのが出てきた虫みたいな、これはミミズですね。50センチぐらいあんのかな。まあ当然同じ長さですよね。はい普通に食べちゃっていいの。はい、いただきます。そんな食べたそうな顔で見ないでよ、ポン。美味しいわ。めどこで食ってんすかみたいな吸えないよ、このね、周りについてるの少なんだよね、すっぺ、周りについてるのこれですね、やっぱスパゲッティなだけあって、手で食べると手が汚れます。今のなかったことにしておいてください。コーラはどこ産の？コーラはですね、この辺に、まあ、みんな多分わかると思うんですけど、この辺にオランダ産って書いてあるんですよ、コーラが。え？ここに書いてあるんですかね、オランダ産って。何語？いや、オランダ語ですね。オランダ語なの？オランダ英語って言うんですか？うまい！オランダってどの辺？オランダって地図、こう世界地図があって、まあ、日本が基準だとしてですよ、この辺です。そっちなんだ。こっちはアメリカじゃないですか、うん、この辺です。フランスの方。そうです、そうです、そうです。え、オランダの首都はアムステルダム。嘘か、本当かえ、多分合ってる、うんうん、アムステルダム。さすがですね、クイズで鍛えてますね鍛えたかは分かんない早押しの時それやってよ、そのぐらい早く答えてくれるいや、あれ読めない、読むのと追えないんですよそっちの動画もね、見てください。あれ実はね、あの G はもっとボコボコにされてますからね。でも最後買っちゃったもんこの手どうするの。チュパチュパするんですよ。子供が見たらさ、汚いあの人って言われちゃうよ。ちゃんと手洗ってますからね。よし、うん、ということでね、このオランダさん、これオランダさんじゃなかったらどうしようって感じなんですけど神奈川県の会社がオランダから輸入して、そうですよね、うん、ということで、このオランダの外国のお菓子、スパゲッティサワーコーラグミキャンディー、美味しかったです。ごちそうさまでした。ぜひ食べてみてください。こちらですね、食べてみたいと思う方はチャンネル登録、いやー、これ他にあんのか、種類あんのかなって思う人は高評価あるんで食べてみてください。ご視聴ありがとうございました。本当にフォークベタ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 、手洗ってこないとね。はー